さあ、それでは4台でいきますよ。燃料入れてね。エンジン止まってます。1台止まってます。かかった。さあ、それでは行きましょうか。それでは決勝市民スタート。よしとしましょう、よしとしましょう。福田選手もどこからコース入ってください。さあ10分間。さあ、まずは渡る君が先頭、上野の選手にバトン、川村選手、そして遅れて8着に繰り返して、さあレース8着で福田選手は残念ながらスタートを切れていませんが、マシン整えば途中からでも参加可能です。さあ、ですから最新の5番30秒、まだ渡る君しっかりトップキープ、少し離れてシルバーのマシン川村選手、さらにピンクのマシン上野の選手が頑張って、緑の8番選手が4番で等間隔ですね。8番渡る君が先頭、シュート上野選手、自力で戻った。さあ、3番手と4番手の差が少し縮まりましたね。タイム差が1秒5、まだレースは1分経過したばかり。渡る君おーっと遠いところ、8番手のマシンが引っかかってる。さあ、自力で戻った。さあ、そんなところ渡る君と川村選手が交わしていきました。さあ、早くも8番手選手瞬間良くて、しかし完走すれば何かが起こるかもしれませんので、しっかりと諦めずに最後まで走りましょう。さあ、上野の選手3番手も8番手選手を交わしている。ちょっとちょっとちょっと40秒が経過しました。さあ、トップ争いが少しずつ差が縮まってきている形ではありますが、川村選手のマシンも暴れています。さあ、2分が経過しました。依然としてトップは渡る君、2番手川村さんとのタイム差が4秒です。今ストレートを走っているカッターのマシンがトップ、その次はシルバーのマシンが2番手、ストレート1本と半分かな、タイム差がおよそ4秒。その後ろ上野の選手が0秒9ですので、2番手3番手が大接近です。シルバーのマシンと後ろピンクのマシンが現在3番手、ここが接近しています。2分30秒経過しました。2番手3番手が大接近、ドライバースタンドの前、シルバーが2番手、ピンクが3番手、タイム差0秒64から戻ってきて、タイム差0秒64変わらずか。2番手3番手が接近しています。さあ、8番選手の後ろ2番手3番手争いが来ています。まあまあ、どうしようもないっちゃどうしようもないですね。さあ、川村選手が2番手、さあ、トップ渡る君も言うほどリードしてませんよ。ストレート1本差で川村選手、渡る選手に追いつけるかどうかというところで3分を経過しました。3分10秒です。3分10秒、こういうまではまだたっぷり時間があります。さあ、トップ3が比較的近づいてるな。渡る君まだ余裕はないはず。大きなミスをしないように、マシンを壊さないようにレースをリードしたいところです。さあ、一方上野の選手は川村選手のすぐ後ろ、テールクイノーズ、タイム差が0秒62、さあ、さあ、2番手3番手が大接近、ドライバースタンドの前、立ち上がりは3番手までですから、上野の選手無理する必要はないんですが、やっぱりね、前にいたら難しくなりますよね。3分50秒、まもなく4分が近づいてきます。お、川村選手も逃げてます、逃げてます。上野選手の重心をかわすような形で川村選手が単独2番手、4分経過しました。残り4分です。トップを塞いじゃったぞ。さあ、上野選手が恥ずかし選手をかわしていこうというところ、はい、その間に田村選手が少しリードを広げました。2番手3番手争い、一方渡る君もちょっと戸惑っていた間に、先頭と2番手の対決はどうなったかな。今32です、32
ってきて3秒2がどうなるかな。3秒4少し広がりました。さらに上野の選手はそこから2秒4を広げていますので、ワンツースリーが6秒差、ワンツースリー6秒差に進めています。松崎選手が単独で少し遅れてはいるものの、上野マシン1台でも勝ち上がり勝ち上がりです。ですので、まずはしっかり完走して上野を超えて見守ることにしましょう。さあ、折り返しの5分を経過しました。折り返しの5分、まあ、いつピットインするかおかしくないという5分を経過しました。さあ、いつピットインするかなというところでまだ誰も入りません。上野の選手もアウト、まっすぐ行ったまっすぐ行きましたね、上野の選手。さあ、その間に川村選手が逃げるという形になりましたが、5分30秒経過、5分30秒経過、上村選手だけ順位を終えています。さあ、渡る選手が入った。おっと、川村選手が今先頭に立ちました。さあ、エンジンストップ、渡る君のマシン、エンジンストップ。さあ、これはどうなる。上村選手の前に出た、すぐに戻りましたね。5分50秒まもなくロック。さあ、川村選手はどこで入るかな。余裕があります。現在トップはシルバーレオの川村選手、2番手に上村選手、3番手渡る君、6分経過しています。さあ、橋崎選手があった、おっと一斉に入った。どっちがどっちか分かんない。さあ、渡る君がここでトップに返り咲き、川村選手2番手。さあ、これで前回ピットインを終えましたので、あとはゴールまで走り切るだけ。現在トップはキャッパーのマシンですね、渡る君。上野の選手の後ろはトップのマシンです。上野の選手トップだ。上野の選手、ごめん、上野の選手前だ。上野の選手前でした。失礼。上野の選手先頭です。ほら、譲っちゃダメよ。上野の選手、キングランキング2位の走り。おっとおさえ、渡る子もぶつけちゃダメよ、ぶつけちゃダメ、ぶつけずにかわそう。上野の選手はぶつけられずにブロック、守れ。さあ、川村選手も来た。トップ3がこの感覚、おもろい。おい、おタイヤ止まった。タイヤ戻って、あー、上手戻った。こっちは、あー、どうなってる。なんかいろんなことが起こってたぞ。まだレースは2分30秒残ってる。渡る君が先頭、川村さんが2番手、上野の選手が3番手になりました。トップ3が6秒間隔、6秒差です。6秒差、トップ3が6秒差。レース残り2分10秒、残り2分10秒。さあ、カッパーのマシンが現在左サイド、ドライバースタンドの前、八角選手緑の後ろ。さあ、そしてシルバーのマシン、川村選手が現在2番手、ストレート1本分の差です。さらにピンクのマシン、上野選手が3番手、ここまでが勝ち上がり圏内。橋崎選手は少し遅れていますので、とにかく最後までしっかり走ろう。残り1分40秒。おっと、渡る選手のマシンが9枚となっていたが大丈夫。川村選手が3秒3のタイム差から戻ってきてどうなんだろう。3秒1、少し差を詰めてきた。レース残り1分20秒。さあ、上野の選手はちょっと離れてるが、それでも3秒5です、前との差は。さあ、渡る選手が41周目突入。3秒2、今度は少し渡る選手がリードを広げた。川村選手、どっちかというと、もう浮き切ってる感じがするんですけれども。さあ、ボルト、ストレート、また川村選手、間を切ってますね。そっか、4秒差に広がりました。残り1分、もう川村選手はもう無理だね。渡る選手ももうここは長くて大丈夫な展開。おっと、橋崎選手は出てきてるよ、出てきておく。残り50秒切りました。現在トップはカッパー。ヘアピン立ち上がってストレート。カーナンバー1番、早稲田へ渡る選手が現在先頭。シルバーのマシンが現在2番手、今ストレート。タイムが4秒3、レース残り30秒となります。さあ、渡る選手がまずは勝ち上がり圏内。川村選手、シルバーアローの勝
立ち上がり圏内、ピンクのマシン、現在上野の選手は先頭から遅れること10秒、まあ、しかし立ち上がり圏内なので余裕を持って残り15秒となります。まあ、あと1周ずつ田浦選手のラストラップに入るか、センターフラットが用意される。8回転もう1周いける、渡るくんもう1周いけるか、残りが5、4、3、2、1、ここの結果先に2位でフィニッシュの田浦選手、3位でフィニッシュの上野選手、ここ立ち上がり、松崎選手の後ろトップでフィニッシュは、なんとおっとお前行けよ状態です。はい、電車ゴール、トップは渡るくんおめでとう。上位3体が勝ち上がりということで、渡るくん、川村選手、上野の選手となります。田選手残念スタートできなかったのは悔やまれるところですが、これも経験ということで、はい、また次頑張ってもらいましょう。